神戸松陰女子学院大学が男女共学化。神戸松陰大学に。というニュースが神戸新聞に出ました。ただ、大学の公式ホームページにはまだ何も載ってないので、スクープ記事かもしれません。万が一、えー、これが間違ったニュースだったら大変なんですが、どうなんでしょうね。そうだったらごめんなさい。えー、神戸新聞によると、神戸松陰女子学院大学が2025年度に男女共学化。 名前は神戸松蔭大。まあ、名前長いですからね。神戸松蔭女子学院。なお、名門の中学、高校は女子校のままだそうです。正直なところ、神戸松蔭女子学院大学、大変苦しい状況でした。今年の春は、英語学科50人に18人しかいない。日本語、日本文化は60人に36人。心理学科は70人に38人。都市生活学科100人に37人。 食物栄養60人に23人。ファッション、ハウジングデザイン学科が60人に53人と、まあ、ここは一番人が集まってるんですね。教育学部60人に38人と、全学科怒涛の定員割れ、入学者数は2020年の半分以下、減り続け、毎年100人ぐらい減っていくというですね、すさまじい減り方、入学者も。すごいですね。ほんの3年前584人いたんですよ。はい。毎年100人ぐらい減っていく。 このままだと、だから2024年春は100人台ですかね、どうなんでしょうね。ということで、いよいよ決断せざるを得なかった。神戸開成女子学院大学は、閉行という道を選びました。廃校ですね。ですから。一方、同じように苦しかった神戸松陰女子学院は、男女共学化という最後のカードを切って、あ、え、が、ー、いてみることを選んだわけです。が 正直なところ、男子受,受験生、男性が入れるようになっても苦しいでしょう。なぜならば、この学部学科構成はあまりに弱すぎる。地方都市で他にライバル大学がないんだったら逆に生き残れるんですよ。よりによって神戸ですからね。どこにでもある英語学科、日本文学、心理、どこにでもあるんですよ。他の大学、別に、欧米学院行ってもいいし、甲南女子行ってもいいし。 神戸女子行ってもいいし、そして、えー、強くない管理栄養士。女子大で管理栄養を持ってる学校ばっかりです。なので、管理栄養は作れば当たるっていうもんじゃなくて、上位大にみんな行ってしまいますから、正直なところ、栄養系の海大学は誰も来ないです。そして、女子大の色があまりに強い家政学が残ってます。都市生活学科とファッション・ハウジングデザイン学科ですね。で、 ファッション、ハウジング、デザイン学科っていうとユニークなイメージがしますけど、結局これって、家政学の飲食10の E と10ですよね。職が抜けてるだけで。で、都市生活学科と身内で食い合ってるわけで、名前で競り負けてる都市生活学科が、まあ、部が悪いわけですね。同じ都市生活でも、東京都市大学みたいに不動産に3割4割ぶっ込むっていう、ものすごい男性的なイメージの都市生活、家政学を思いっきり の男子受けする内容に作り変えることができて大成功したのは東京都市大学だけですね。他はどこも苦労してます。そして教育学部が定員割りしてる、幼稚園、保育園、小学校、教員要請も神戸はライバルだらけで、教育学部の名門ひしめいてます。というわけで、男子が入りたい目玉学部学科が何にもありません。しかも 女子大に行きたいのに、共学化したら嫌だっていう女子高校生だっているじゃないですか。ご安心ください。そんな女子は、向こう側女子、高難女子、神戸女学院、神戸女子へ行けばいいわけです。教員になりたければ、まさに男女共学化した神戸神話女子大、えー、地元じゃ新名さんって言いますね。新名さん教育学部名門、えー。神戸女子も教育学名門。ということで、えー、他にいくらでも大学があるんで、男女共学になっても状況は改善しないでしょう。正直なところ。 もし、まだ、改祖が許されるんだったら、不人気の学科を統廃合して、全く新しい分野を作らないと、男性は来ないと思います。なお、くれぐれも経営学部なんて作っちゃいけませんよ。他にひしめいてますからね。みんな神戸学院から流通科学入ったら終わりですからね。関西国際大もあるし、えー、例えば神戸山手大も女子大から共学になりましたね。なので、シンナさんと比べても、もう苦しいから男女共学になったっていうのがありありと分かって、 男子受験生も敬遠すると思います。なので、男女共学化したから大復活なんていうですね、えー、京都立花や武蔵野みたいな調子の良い話はもう難しいんじゃないかな。だからダメとは言いませんが、男女共学になっても苦しいでしょうというところまでですね、今日は。神戸松陰女子学院大学改め、神戸松陰大学になるそうです。頑張ってください。